ドメーニコサーロ・ドメニコチリッドは、イタリアの医師、植物学者、昆虫学者、政治家である、ナポリ県のグルーモネバーノで生まれた。代々、医師、博物学者の家系で1760年には、ナポリ大学の植物学の教授になり、1777年には、医学の教授となった。ナポリの病院で産科と生理学を教え、多くの貴族の主治医を務めた。 イギリスやフランスに旅し、イギリスでは王立教会のフェローに選ばれ、カール・フォン・リンネラの科学者と交流した。1790年にはドイツ、科学アカデミー・レオポルディーナの会員に選ばれた。フランス革命後、1799年に、フランスの軍事力によってナポリにできたパルテノペア共和国で立法院の議長などの重要な職に就いたが、 共和国が瓦解すると逮捕され処刑された。サールは植物の学名で命名者を示す場合にドメニコチリッドを示すのに使われる。ありがとうございます。